水曜日のカップ戦から中3日、リーグ戦5月を上昇の月にしたい両チームの一戦です。2023明治安田生命 J1 リーグ第15節、淀港桜スタジアムからセレッソ大阪対横浜 FC の一戦をお送りしていきます。さて、そのセレッソ大阪の予想フォーメーションです。まあ、前節からはメンバー、この鈴木徳馬が17番入ってますけれども、フォーメーション含めてちょっと注目ですね。そうですね、まあ、4-3-3 の場合もありますし、4-2-3-1 の場合もありますから、はい、まあ、どう活用してくるかというところはまず見てみたいですよね。はい、一方の横浜 FC のスターティングメンバー、こちらもメンバーは1人だけ、まあ、累積、まあ、出場停止明けから小川航基が戻ってきました。どこ狙ってくるか、ニアサイドは奥野、駆け引きします。速いボール入れてきた、奥野が触る、いや逆サイド速いボール入れてきました。マイクマ右クルークス、さあ奥野が前に走ってます。マイクマどうする、クルークスを使う、中3に入ってきました。クルークス、クルークス、香川最後ヘディングシュート行きましたけれども、いや香川僕も入ってましたね。僕も決定機でしたね。キム・ジンヒョンのスローイング、ワンタッチ、ここで為田が走る、為田、セル、また行く、クルークスが来た、ポスト、すごいシュート打ってきました、ジョルディ・クルークス。どこを狙ってくるか、動き出して速いボール、セカンドボール、お右足、鳥海のシュート、セカンドボール、奥野、奥野が打った、クロスバーの上です。奪わせませんでした。そこから柔らかいパス、マイクマです。右はクルークス、中央には奥野もいます。クルークスに託して香川が上がります。そこに香川、香川キープ、下げていって中に上げてきました、タメダメディング、先制セレッソ大阪、逆サイドから構えていましたタメダ広高、今シーズン2ゴール目、開幕戦以来の得点、先制セレッソ1-0です。まあ、正確なボールと、相手前にいるんで為田のヘディングも難しかったと思うんですけども、はい、まあ、しっかりとボールの中心を叩いてゴールマウスにねじ込んだ素晴らしいゴールだったと思いますね。為田、開幕戦以来の、まあ、ゴールとなる今シーズン2ゴール目を飾りました。今日はなかなかその良さをね、ここまで出させてもらえてませんの で、ね、まあ、後半そうしたところもしっかりと出せるかどうかです。山根中に入ってきた、小川、お山根が来た、山根とは中、山根とはナイスキーパー、電光石火、山根とはフルス対戦、いきなり後半サイドを駆け上がりました。いやセレッソの隙を突く攻撃でしたね、はい、ちょっとフリーキックは少しこうニアのところもありましたね。ヘディング決め、おっとポストの横でした。ちょっとサイド変えてきました、レオセアラ、鈴木徳馬から右の中原光、中原、中原持っていく、中原の左足狙っていきました、中原ですね。まあ、セレッソの方が構えた時はこう奪って、はい、カウンターっていうところはやっぱ早いですよね。ここも斜めから長谷川入ってきた、長谷川いい形で井上から最後派手川です、はい、まあ、時間をかけずに相手の背後っていうところがね、はい、回数増えてますよね。カピシャーバが中に入れてきました、ヘディング跳ね返します、うまく収めて香川、一度出して西尾、外のカピシャーバに広げる、
ペナキも上がってますが、つけたところワタッチ中に入ってくる。ここで倒れますが、まだホイッスルなし。カピシャーは中、中盤の追加点、それ操作か。中原光、カプシャーバー、中原光、カップ戦で躍動した2人が得点を決めて、これで2対0です。いや、うまく得点を決めました。しかも時間帯もいいでしょうね、はい、ワイドのところにカプシャーバー出てきて、はい、で最後はフリーの中原ですね。ここも複数人がね、やっぱりセレッソの選手が絡んでますよね、まあ、カプシャーがいて、はい、まあ、あとは最後は決め切るだけの、まあ、ラストパスが来ましたね。林が中入れてきます。奥折り返す、アルセロヒアヘディング、気持ちいいショロングスロー、アルセロヒアンから小川、流れていて伊藤翔には届きませんでした。ラインがあります。ただコーナーキック、あ、ここで試合終了の笛です。セレッソ大阪ホームでの勝利は4月23日の柏戦以来およそ1ヶ月ぶり。サポーターの前で上位に迫る大きな勝ち点差、これでリーグ戦3連勝です。勝はならず、ここの良さは見せましたけれども、悔しい敗戦となりました。